札幌競馬第11競争第53回農林水産省賞典札幌2歳ステークス G3 2歳のオープン芝の 1800m 出走馬14頭で争われます。正面サンド前からのスタート、北海道競馬から1頭14番ないままが参戦。その14番ないまま最後にゲートへと向かいます。収まりました。係に離れて体制完了。スタートしました。綺麗に揃いました。先行争いです。まずは9番のラブメイファイン、内からは4番ラバストーン、さらに6番のセントセシリア、7番南洋イザヨイ横に広がって、その直後に5番のアフランシール内から、さらにはその外に8番のダディーズマインド接近して、その直後外に10番ウィクトリア、1コーナーを回ります。コーナーワーク4番ラバストーン、花を取り切って1馬身半のリード、2番手6番セントセシリア、半馬身外じわっと7番の南洋イザヨイが迫っていって、2頭の外4番手9番ラブミーファイン、2コーナーカーブ1馬身札の後に8番のダディーズマインド、半馬身内が5番のアフランシール、それに並んでいく10番のウィクトリア、向こう上面に入りました。2馬身差中段から後ろ14番ないまま、それから1馬身3番西のベイジーと、その内が1番のクラウチュゲリエ、中段のやや後ろその外に11番のクリスタルバローズが並んでいって、あとは2馬身2番のエメラルファイトが追走します。その後ろからは1馬身半12番当選ギムレット、最後方1馬身13番 TM バリバリという体型。3コーナーのカードに入っています。さあ先頭を変わって7番の南洋イザヨイ600を通過、リードは半馬身ぐらい、9番ラブミーファインが差を詰めて、さらに外から14番のないまま一気に先頭に立っていきました。2番手には9番ラブミーファイン、その内から並んでいく10番のウィクトリア、さらに外からは3番の西野デイジーとクリスタルバローズも連れて上がってくる、1番外1番のクラージュゲリエ、第4コーナーをカーブ直線に入りました。14番ないまま外からは3番の西野デイジーが差を詰めて残り200を通過、そしてその後ろ1番のクラージュゲリエが3番手に上がってきた、2番のエメラルファイトを通ってくる、先頭3番西野デイジーが勝った、ないままクラージュゲリア2番手が争い接戦、3番の西野デイジーゴールイン、3番の西野デイジー北の2歳王者に君臨、3番西野デイジーです。内から迫った14番ないまま、北海道同栄からの参戦、14番ないまま迫りましたが及ばず、その外から1番クラージュゲリエ。札幌競馬第11競争札幌2歳ステークス G3、 4コーナー早め先頭に立った14番ないまま、それを捉えて3番西野大臣、見事札幌2歳ステークスを制しました。1番クラージュゲリエ3番手、勝ち時計1分50秒1、上がり4波論49秒2、3波論37秒6でした。